回のタイトルは2023年の暗号通貨展望を小述、市場好転の時期です。ぜひ最後までお付き合いください。人気の暗号 YouTube チャンネルコインビューローの司会者は今年の暗号資産の強気なセンチメントを表明しています。暗号パーソナリティのベンジャミン・コーウェン氏との新しいインタビューでコインビューローのガイターナー氏は暗号資産が弱気市場から回復し始めることができる最も早い時期は7月から9月の四半期の後半または10月から12月の四半期の早い時期であると述べています。年末に向けて回復の兆しが見え始め緑の新芽が見え始めることを願っています。それは第3四半期後半から第4四半期前半くらいでしょうか。しかしそれは最も早い時期の話です。しかしターナー氏は暗号資産の価格は市場の回復に先立って今年最初から4月頃に新たな安値に達する可能性が高いと述べています。おそらく第1四半期に新安値に達すると予想しています。それを楽しみに待っていますが価格行動に関しては今年の残りの期間はかなりの間横向きになると思います。彼によると2023年はゆっくりとした蓄積が特徴であり目を見張るような面白い年にはなりそうにないとのことです。値動きの面ではそういう意味で目を見張るような面白い年になるとは思えません。特に安値圏に入るとじっくりと積み上げる年ドルコスト平均法などの年になると思います。慎重に進める年であることは間違いないでしょう。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録・高評価をお願いいたします。